今日はこれから陽子とソータの待つ奈良に行きます。今奈良に向かう電車に乗ってます。3つ目、え、4つ目の駅やな、もっとやけどね。これ3つ目は電車乗るの。あ、そうやね、3つ。あ、今何、2人で仲良く音楽聴いてます。音楽聴いてない。奈良やってきました。テント君にお迎えしてもらいました。今日も雨ですが、みんなと楽しんできます。切符、どうもどうも、どうもどうも、お久しぶりです。あ、あったばっかりやけどな。え、めっちゃ未来みたいな感じ。今未来にワープ中ですか。はい。さあ、扉の向こうはどんな世界が広がってるんでしょうね。まずは下見やな、下見。ワンハム家族、毎週金曜日配信中。始まるやん。
沙汰してます。センスあり。上手。
ずやった。難しかった。バランス崩した。なんかあれ急にブレーキ、緊急ブレーキかかった。ありがとうございました。そしていつも高評価やコメントありがとうございます。とても励みになっています。このチャンネルでは子どもたちの成長記録や我が家の日常をアップしています。のんびりした内容なので皆様にもリラックスして楽しく見ていただければ幸いです。動画を見て面白いなと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。またコメントもお待ちしていますのでお気軽に感想などもいただけると嬉しいです。もうすぐ2022年も終わりますね。この1年ワンハム家族を見て応援してくださりありがとうございました。皆様が素敵な年を迎えていきますよう心からお祈りしております。それではまた次の動画でバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。